ネギシワンガン、横浜市民、ヨットハーバー付近ネギシワンは、東京湾西岸の横浜市中区本木岬付近から、金沢区富岡付近の大鳥の巣花にかけての半円形の海域、磯子湾と呼ばれることもある。幕末以降、ペリー艦隊の蒸気船ミシシッピにちなんで、主に外国人の間でミシシッピ湾とも呼ばれた。 1978年発行の磯子の島によると、1885年に一帯の村々が同業組合を作った際に、根岸村が活躍の中心になっていたので、根岸の地先の海ということから、根岸湾と呼ぶようになったとの記述がある。1893年に海上保安庁が観光した東京湾海図に根岸湾の表記が見られ、 ネギシ湾の名称が使われるようになったのは明治以降と見られている。水深は浅く、元々の海岸沿いには高さ50メートル前後の切り立った海食崖が,けがそびえている。湾に注ぐ河川は、堀割川と大岡川分水路の2本の人工河川の他には、前場川や杉田川などの小規模な川がある程度である。1933年時点で12カ所の海水浴場があり、 海苔の養殖なども行われていたが、1960年代の埋め立て事業により、現在は自然の海岸線は残っていない。磯国の丘陵地帯には湾岸の工場労働者の住宅供給を目的として、潮見台団地が作られ、1963年に入居が始まった。1965年には海水浴場の代替施設として、 横浜プールセンターがオープン。1968年3月にはそれまでは横浜港の山下公園近くにあった横浜市民、ヨットハーバーが横浜港の港湾整備の影響でこのネギシ湾に移ってきた。1983年5月1日、新磯子町の半島上の埋め立て地の突端付近に磯子海釣り場がオープン。2007年には 雨水滞水池の屋上を活用した磯後、海の見える公園が開園した。ネギシワンの埋め立て事業は1870年から1873年に、かけての掘割川川口の鳩は、1889年の杉田付近の2000坪の住宅用地造成以降が記録に残っており、1940年代以前に、 行われた埋め立てはいずれも小規模なものであったが八百九十八年に家族の奥田直弘が出願した工業用地としての埋め立て計画は延長七点一キロメートル、幅六十メートルから三点零キロメートル、面積百六十六ヘクタールと現在の埋め立て地より広大なものであった。その後住宅用地、国際観光基地など幾度かの計画変更があったが、 1957年の国際高と建設総合機関計画により、工業港湾大規模臨海工業地帯としての埋め立てが正式に決定し、横浜市埋め立て事業局により施行された。ありがとうございます。